で、今回ですね、はい、私は近松さんのために、うん、はい、はい、とっておきのお店を用意したんですよ。お、何かというと、はい、近松さんが大好きな、うん、極太の縮れ麺、手もみね、切って言ってましたね。確かに、さすがすごいね、完了覚えてる。プラス、プラス子供にも優しいヘルシーな野菜たっぷりのスープ。優しい、完了の優しさが、はい、どうしたんですか。ここに行って急に優しいじゃないですか、近松さんに。いやいや、気づいてなかった人はまあいいや、で、近松さんへの選別に、うん、はい、ご用意いたしました。ありがとうございます、はい、もう楽しみでなりません。はい、じゃあ、じゃあ、まあ、とりあえず、はい、俺はまあいいや、あの食ってみたらいい、はい、うん、あ、俺もついてていいですか、うん、美味しいんです、ね、じゃあ行きましょうか。あ、やった、はい、ありがとうございます。行きましょう、よし。全然気づかない、すげえラーメン食ってたし、いやそういうことだったんですね、おめでとう。というわけで、官僚がセレクトしたお店はなんと味噌専門、武蔵境に彗星のごとく現れた大注目店、東京味噌ラーメンうずら。麺屋七彩をはじめ数々の名店で修行を積んだ店主近藤辰臣さん、強烈縮れの手もみ麺を味噌味のスープに合わせるという稀有なスタイルで独立を果たしました。中華鍋で豪快に野菜を炒め、あっさりとしたチンタンスープを投入し、独自に配合した味噌だれを溶く、なんとも言えない香ばしさと野菜の甘みを存分にまとった味噌スープは、まさに日本人の心を揺さぶる優しく染み入るような味わい。そして仕上げには美しい薄桃色のチャーシューと、全体を大地の香りで包み込むごぼう油、懐かしさと新しさを高次元で融合させたうずらの味噌ラーメン、さあじっくりと堪能しちゃいましょう。はい、お待たせしました。おー、うー、来ました、ありがとうございます。いいですね、いい香りがします。この油の浮かび方がすごくいいっすよ、綺麗ですね、うん、こういうのはうまい、こういうのうまい、こういうのうまい。味噌にしてはちょっとすっきりした見た目ですね、だから地のスープも楽しめるし、油が混ざったスープも楽しめますね。あ、はい、はい、はい、私の大好きな縮れ麺、いただきます。いただきます。もう食っていいですか。はい、もちろんです。うん、あ、よ、良くなってる。本当ですか。評価うまくなってる。うん、最初に味噌の酸味がスッと入ってきて、うん、その後旨味が広がってくるって感じ、うん、最近の味噌ラーメンってこう結構スパイシーだったりとか、うん、濃厚なね、はい、やつが多いですね、っていうのかなと思ってたんですけど、こう優しい感じをね、うん、本当素材を ね、そう丁寧な、何がすごいかってここの野菜の旨味です、ね、うん、一緒に野菜とスープを炒めてるんですよ。札幌スタイルって言うんですけど、札幌スタイルですね、うん、だから味噌の味にプラス甘みみたいなものを感じるんですね。しかもその甘みはナチュラルで嫌味がないっていうことですね、うん、天然のね感じがしますね、うん、この味噌のキメが細かいのかなっていう気がしますね、うん、それもありますね、うんうん、赤と白をブレンドしてるらしいですよ。江戸の味噌っていうのは、はい、本当にね、この密度が濃い旨味、このふわっとした感じの旨味じゃなくて、うんうんうん、もう舌全体に襲いかかってくるような、そういう旨味の密度の高さっていうのを感じてください、近松さん。わかりました。はい、ほんともっと食べてほしいですね、みんなにね。じゃあもう麺もいきますかね、近松さんの好きな。やったー、もうね、揉んでましたからね。たまらんですね。なんか味噌にこういう縮れ麺ってなかなか私珍しいですよ、はい、珍しいです、うん、珍しいです。あ、はい、味噌ってもともと強いんで、うん、やっぱりあの麺は、うん、そんなあまり極太にはしないんですけど、ここはやっぱり味噌の あれごめんなさい。ここは味噌の旨味をですね、うん、麺一杯やっぱり食べ手に感じてもらいたいっていう心意気の表れなのか、表面積が非常に広い麺を使っているということが特徴ですね、うん、味噌専門を歌う店でここまで極太の麺を出してくる、うん、しかも揉み方がすごいでしょ、うん、最初にこれボール状にしてから押すっていう、うん、歯ごたえと食べた感じの面白さと、なんかこう縮れ麺は私にラーメンの麺をこう楽しむっていうことを教えてくれた麺なんですよ、うん、ですよね、九州育ちのね、はい、九州のそうなんです。この麺ね、東北とか北関東に結構ある麺なんですよ、うん、そうですね、うんうん、でやっぱりこの味噌に合わせてる、こういう麺合わせてるって店は東京あんまりないんじゃないかないです ね、難しいんですか、なんか合わせる、合うように、やっぱり麺が勝っちゃうんですよ。あ、確かに確かに、うん、ところがやっぱりこのスープにたまりを使うことによってスープが麺に負けない、うん、しかも野菜の旨味も溶け出してるし、
で油はやっぱりこのごぼう油の効果やばいね、うん、いいでしょ。ごぼうやっぱ感じますよね、うん、味噌とごぼうって本当合うんだよね。なんかちょっとね、昔小学校の時食べた豚汁があるじゃない、はい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 、あれのニュアンスを洗練された味噌ラーメンで見事に表現している、うん、そこはやっぱりプロの技っていうところですよね。なるほど。しかもこう最後にかけたこのチップがシャキシャキしててすごくいいですよね。これがね、香りが大地の香りだね、うん、いいですね、すごい大事そういうの。赤ちゃんにはどういう名前をつけるんですか。何も考えてないんですけど、私が田舎で育ったものなんで、こう自然とかが大好きな子になってほしいなって思います、うん、俺ね、そのために近松さんのことリサーチしてそこまでですか。今回はやっぱりこの畑土がテーマ、はい、本当ですか。味噌じゃなくて、縮れ麺じゃなくて、どういう風なものを食べてもらえれば近松さんの赤ちゃんが喜ぶかと。ちゃんと自分の嫁さんとお子さんの、ね、ことも考えてあげてください。もちろん近松さんのこと考えてもあれなんですけどね、まず自分のとこから考えて。おかしいでしょ、まず足元を見ようと。そうですね、自分のお子さんかな。うまい、うん、ちょっとこのチャーシューもいきたいなと。見事に一生懸命避難させて、もう避難させてももう色変わっちゃいますね。スープの熱でこうちょっとずつこの変わってね、うん、色が変わって感じを楽しまった食感も変わってくるよみたいなやつも楽しめるという、ね、ですね。美味しいやつですこれ。食べる直前に切ってましたからね、うんうん、これもやっぱチャーシュー、いわゆる低温調理のスタイルですね、うん、やっぱこううまっ、あ、食べた。うまい、うまいですね。まだ食ってねえだろう、食べましたよ。それで彼女自分のね、丼にね、一生懸命だっただけで私のこと見てなかった、ごめんなさい。ラーメンのチョイスでは近松さんしか見てなかったんですけど、やっぱり実際のラーメンが来ちゃうとラーメンしか見ないの、ゴールだ。ラーメンしか見ない男性が2人。すいません、 TT さんもっと他のもの見ろよ。チャーシューが入っての、まあ、そのこの札幌の作り方のスタイルで、うん、チャーシューが入ってて、まあ、珍しいですね、意外と、うん、しかもひき肉が入ってないですからね、炒めると。そうですね、でチャーシューが入ってると、チャーシュートッピングだったりするんですけどね、ラーメンと一緒で優しい味しますね、うん、で、ほのかに感じるこれ魚介の部分って分かります、うん、大地の陰に隠れた魚介。まあ簡単に言うとさ、野原の中に湖があって声が泳いでるから隠し味。なるほど、鶏ガラと豚骨と魚介を使ってちょっと魚介が隠し味になってる。まあ今の近松さんはそれは分かるはずですよ。ちょっとごぼうが美味しくって分からなかったかよ。プレッシャーが。ちょっとこの味噌ラーメンについてレポートしてみてください。俺食ってますから。なんて言うんだろう。ちょっとラーメンのレポートにはならないかもしれないですけど、ラーメンはいろんな人とつながりを作ってくれた食べ物っていうふうに私にはすごく思えます。でいろんなラーメンがあっていいんだって、みんな好きなものもあるし、店主さんの思いそれぞれ入っているので、このラーメンは私にとっては野菜もたくさん食べれて、で大好きな太麺、縮れ麺で体にも優しい、そしてダブル田中さんの愛情の詰まったご紹介していただいた一杯なので最高の一杯になりました。ありがとうございます。まだ食べますけど。レポートになってなくてごめんなさい。レポートになってねえじゃん。まだダメなしもそこで。感想になっちゃった。まあただね、ただね、こういうまとめ方して来ると思わなかったので、ちょっと感動しました、ね。あ、本当ですか。あ、よかったです。人とのつながりが生まれた。特に誰ですかね。聞いてきた。まあ、でも本当皆さんですよね。そうですね。各お店の人スタッフさんもですし、お店の方々もそうですし、ね、完了ですよ。ねえ、もう俺そうしそう、はい、俺はねえでしょ。そんなことないですよ、いろいろ教えていただきましたし、マイケースに食うだけですよ。ただこのラーメンを食べてもらうと今後のラーメンの未来も分かるし、今の東京が分かる。だから近松さんに捧げたんですね。ありがとうございます。そんなね、愛情あふれるそうですよ、ね、ラーメンかなっていうふうに思います。そうです。本当もう本当に素材のね、天然の素材の旨味を生かした、うん、体にも優しい、うん、生まれてくる子供にも優しい、うん、僕もね、子供が欲しいですね。一足飛びに行っちゃいました。無理でしょ、結婚しろよ早く。そうなんです、そこです。